店中は主にインターネット上で活動している日本のオッタポップユニット。自称オタクの3人からなるグループ。立命館大学のバンドサークルで結成された。曲は主にオタク文化を題材にしたものが多く、オタク文化の現状を風刺している。中にはオタクと全く関係のない作品も多くあるが、大半は下ネタを含んでいる。また、解散と再結成を繰り返すバンドでもある。 漫画家の押切レンスケと、清野徹、テクノミュージシャンの副卓と共にテクノユニット、回帰ドロップのユニットとして参加していた。1998年に、滋賀県草津市で、魔王源、ドブダイコンを含む3人で結成。後に、メンバーがシャミセングマと入れ替わり、現在の天柱となった。天柱の名が知れ渡ったのは1999年に発表された。 ハイエンドオタクがインターネット上で反響を呼んだことが始まりとされる。2001年6月に2チャンネルを題材にしたカシラ教アンダーグラウンドを発表したが何者かがこの曲を利用してフラッシュアニメーションを制作したところ当時のフラッシュアニメーションブームも相まって大ブレイクし天中の名が広く知られるようになった。その後2002年に解散し2003年に再結成。 2004年、ハイエンドオタクのリメイク、ハイエンドオタクマニアックスを発表。2007年5月のライブ活動後に活動を休止。同年10月、ドブダイコンとシャミセングまで、黒川財閥というユニットを結成。2008年5月、サブプライムショックによる多額の負債を理由に、黒川財閥を解体し、代わりに、天中の復活を宣言。約1年の活動休止を経て、 再起動し、同年7月に復活ライブを行う。2010年2月、計4枚のアルバムをリリースしており、さらには曲が、着歌、カラオケなどで配信されている。2014年10月、新曲を発表。ありがとうございます。